いやどうもこんにちは、かもとです。今日はですね、何についてお話ししていくのかっていうと、まあ、最高のね、パートナーシップを構築していく方法についてお話ししていきます。今から、究極のね、まず究極とか最高の、そのパートナーシップですね。うん。だから、例えば、なんていうの、あなたの、そのね、恋人だかもしれないし、もしくはね、なんだろうな。もしあなたがね、誰かと結婚されているのであれば、そのね、奥さんとか旦那さんかもしれないしね。まあ、こういろんな人との最高のパートナーをね、構築していく究極の方法について今からお話ししていきます。そう。だからね、今日しっかりお話しする内容を聞いてね、あなたも実行すれば、最高のね、パートナーが、構築できるっていうか、その今いるパートナーですね。今いるパートナーの方と最高のね、方法を構築できます。で、実際僕自身が、まあ、僕自身はね、正直に言うと結婚してないんですけども、そう、結婚してないですね。そう。なんですけども、この方法っていうのはね、どこで身につけたかっていうと、僕自身がその家族ですよね、家族関係。うん、僕自身のその両親、僕の父と母っていうのがいてね。で、僕の家族っていうのは今最近すごくこう仲が良くなってきたんですけども、その中でね、どういうふうにしていくとね、この父と母がね、仲良くなっていくのかっていうことを考えていてね、そこで身につけた究極の方法なんで、まあ、ぜひね、これを聞いて、もしね、あなたが今、なんかね、逆にこう、あなたの父と母がですね、そう、まあ、今日どっちかというとこっちの話見えないんですけども、がなんか仲悪いとかね、そういう話があるのであれば、ぜひ今日の話を聞いて、ね、やってみると、すごく幸せな、ね、家族関係が築けるようになっています。いいですか。で、今からお話ししていくんですけども、で、僕の実際、ね、父と母っていうのはかなりこう仲が悪くてね、うん、どれくらい仲が悪かったかっていうと、すぐね、こう喧嘩をするし、まあ、父がね、これ本当に面白いんですけど、本田健のね、さんっていう方が書いてるね、再びアメリカ編っていう本があるんですけども、まあ、もしね、これ良ければ、興味ある方は読んでもらいたいんですけども、あの本に書いてあった通りに、そのもともと僕の父っていうのが、まあ、権力を握っている、まあ、要はマンパワーがある人ですよね。すごくこう、精力的で、かつね、こう、家を支配していた感じですよね。要は、オラオラ系な感じだったんですけど、で、母が比較的、まあ、アクティブなんですけども、ちょっとね、ネガティブ。まあ、これ、本田健の本であると、ポジティブ自立とネガティブ依存っていう、その両方が引き寄せられてね、うまくこう家族がなってたんですけど、ある時にね、僕の父がその病気してしまったんですよね。ちょっと脳出血でね、倒れてしまったんですけど、その後から親父がね、今うちの親父は仙人みたいになってですね、まあ仙人って聞くと結構笑ってしまうかもしれないですけども、どういうなったかっていうと、かなりこうおとなしくな、今まではね、すごくこう何かやる時も親父の権利がないといけないしね、こう例えば僕が何かすると怒られたりとか、うちの母がね、何かをするとこう怒られたりとかね、母が一時期こううつ病っていうか、そういうのになってたんですけども、そういう時もかなり父親がこう、なんていうかな、何やってんだよみたいな感じでこう優しいアプローチじゃなかったんですね。それがまあ急にね、病気をしてことによって、こうかなりこう、なんていうのかな、おとなしくなってしまったというか、本当に仙人みたいになってしまったんですね、本当に。で、それでね、どうなったかっていうと、これ面白いんですけど、本だけのエネルギーバランスっていうのはやっぱりこう2人の間で働いてるんですよね。で、うちの母っていうのが一気にこう性格がね、変わったかのように、すごく明るくね、こうポジティブで、まあ本人としては自立しなきゃいけない、私がしっかり家族支えなきゃいけないっていうね、あれが働いてからね、すごくこう母のパワー、エネルギーが上がってね、一気にこう、うちの母がかなり権力を握るようになったんですよね。そう。で、その代わり父が逆にこう、今までだったらどっか行こうよとかっていう話をしてたのが、なくなってね、こう、どっちかというと、おとなしくなってきて、で、あんまりこう、喋れなくなっちゃったときに、やっぱりそこでね、亀裂が入ってきたんですよね、その夫婦関係で。で、よく母ちゃんが、そのうちの母ちゃんがね、うちの親父何も話さないとかね、こう、おとなしいとか、なんかね、こう、全然こう、面白くないとかね、面白くないわけではないんですけども、まあでも、要はマネーになってきてるわけですよね。そう、何も話さないし、人に興味持たなくなってしまったからね。で、そういう時にね、僕がこのまま行くとまずいなってこと思ってたんですよね。で、僕自身が、まあ、やっぱりね、こう僕自身もそのコンサルとかやってるからね、今まで学んできたそのチームマネジメントとか、そういうものを使って、どういうふうにね、こうその家族、その夫婦パートナーシップをね、こうまた持つかなって、僕自身の経験を踏まえてやったことっていうのが、まあ、いくつかあるんですけども、まず一つ目に、ね、共通のゴールを作らせました。で、これほとんどの人がやってないと思うんですけども、チームとかね、何か組織とか、人とね、こう何かやるときっていうのは、必ず共通のゴールを作った方がいいんですよ。いいです、これは本当に不思議なんですけども、だ僕もね、常に何かとやるときとかね、そういう機会があったときは、必ずね、共通のゴールとか目標っていうのを作るようにしています。で、共通の、例えば小学校のときとか、小学校はないか、中学校のときとか高校のときとかって、部活とか体育祭とかってすごくこう楽しくて、一体感あったら覚えてますよね。そう、人っていうのはこう一つ何か共通したものを目指しているっていう感覚、ここがにすごくこうね、パッションとかね、喜びとか感情エネルギーが入るからね、すごく記憶に残りやすいし、そうなった時にね、お互い一緒に成長していき合える本当のパートナーになるんですよね。その時に
そう、だからうちの両親にもそれを作らせました。だから僕が具体的に言うとね、僕が、まあ、家族にね、まあ、これあれなんですけど、旅行招待してるんですよね。そう、招待してるというか僕自身がその両親とねこう誘って、まあ、旅行プレゼントしてるんですけども、そういう目標をまず立てさせてるんですよね。だからそうなると僕の父っていうのは あまり歩けないんですけども、その歩くっていう目標にもなるし、うちの母ちゃんもその時までにはねこういろいろと楽しめるようなねその精神状態になろうっていうことで努力し始めるんですよ。わかります？だからみんなでいついつまでにここに行くっていうまず一つ目標を決めただけでもだいぶ変わってきたんですよね。でそれ以外に何をしたかっていうと、あとこれからのその予定っていうのを決めさせたんですよね。で僕はねこう未来志向っていうパターンだから、比較的にねこう自分のビジョンっていうのを決めてるんですよね。だからいつまでにこうしてここからこんな感じっていう大体のライフスタイルが決まってるわけなんです。ライフスタイルとかそのビジョンが決まってるわけなんですよ。うちの両親とかそれ決まってないわけですよね。そうだから僕が何を作らせたかっていうと、2人でねこれからやりたいことっていうのをかかってたんですね。ブレストさせて、まあその時は2人とも話さないんで、まあ、僕がねこう仲介して、当時の母ちゃん何やりたい、今後どうするみたいな感じで、で俺頼むからあれだよ、結婚するまで生きててよとかっていう、まあ、こういうノリでね話すと、うちの父さんと母さんもねこう、ああこういうことしてみたいな、こういうことしてみたいなっていうのが出てくるわけですね。そしたらじゃあそれをね具体的に出てきたものっていうのをまとめて、その中でのまあこれはブレンダーメソッドっていうのがあるんで、僕の別の動画見てもらいたいんですけど、ブレンダーと同じね、新ブレンあのその中でのその一番特にねパッションがある、それを4項目に分けるんですよね。4つのその出てきたものっていうのを4項目に分けて、それぞれの代表のものを1つずつ選ぶんですね。だから何をするかっていうと、まず具体的にやりたいこと、うん、これから達成したいこととかね目標っていうのを全てねこうブレストして出し合って、その後にその中のさらにパッションがある4つですよねっていうのを選び抜いて、それをね自分の未来に入れるんですよね。そうするとそれがあることに対して自分は向かうわけですよね。普段だったらほとんどの人とかただ生きていくためっていうものに対して生きてしまうんですけども、2人がねそれを1人じゃなくてですよ、2人でそれを共有することによって、ね、じゃあちょっといつまで頑張ろうってことを思うことによってね、一気に臨場感があるんですよね。そうだ、それをねやるようにしています。であとねもう一つやり始めたのが、これもかなりマネジメントとしていいんですけども、そのぶっちゃけトークっていうのを、ね、始めるようにさせました。ぶっちゃけトークで、ほとんどの人がストレス溜まるとかね、そういう人間関係で悩めない問題っていうのは、お互いね何も言い合えないことなんですよね。そうで、これも僕自身の経験もそうなんですけども、だからね常に何かどっかで我慢してしまうと思うんですよね。で我慢し続けると絶対に亀裂が入ってくるんですよ。だからうちの父ちゃんと母ちゃんも週に1回ねこうなんていうのかな、そのまあ大概僕が帰った時、実家に僕は今自分でこっちがオフィスになってるんで、ここで会社を経営してるんですけども、その実家っていうのがあってね、実家に帰った時はそのなんていうのかな、そのぶっちゃけトークさせるんですよね。まあぶっちゃけどう思ってるのかなっていうことを話させると、まあこういうこと思ってたよねとか、例えばうちの母ちゃんだってなんであんた皿片付けないのとかね、お父ちゃんごめんとか言ってて、こんな感じになるわけですよ。で父ちゃんも母ちゃんにあの時もうちょっと優しくしてくれればよかったのにとかっていう言い合いができるんですよね。でもそれによってお互い何が求めてるかってことが分かるわけですよね。そう、そういう時間もすごく大事なんですけども、だから2つ目がそれですよね、ぶっちゃけトークをするってことです。で3つ目が感情のシェアリングですね。感情のシェアリング、そうで、これはスタッキングっていう NLP っていうね、まあ、心理 NLP っていうその神経言語プログラミングっていうね、まあ、僕は NLP をね全てマスターしてるわけではないんですけども、まあ、僕はもうその体感的に身につけてるものだと思ってるんでやってるんですけども、その人と何かをやった時にそれをね言葉にするんですよね。だから例えば僕がその一人でね、うん、まあ、さっきあのスーパーサラダっていう僕が作ってる、まあ、キャベツたんもりとそれにアボカドトマトとねブロッコリーを乗せたねスーパーサラダっていうのを食べてるんですけど、いつもそれを食べた時に一人で食べると、ああ美味しいってなると思うんですけど、それをね二人とかで味わうんですよね。それをただ、あ美味しかったねって言うと、その感情が何倍にも膨れ上がって、さらにこうね信頼感とかね、その仲良くなるとか高くなるんですよ。そうだから、ぜひねこれをやってみてください、やってみてくださいって、それをねやってみることによって、うちの父と母は、ね、かなりこう仲良くなって、まあ、今でもそういうね、要は自分でそういうシステムを使ってね、うまくやってってるんですよね。そう。何が大事かっていうと、だから僕が3つ使ってるテクニック以外にもいっぱいあるんですよ、僕が持ってるものっていうのは。で、それをね、すべてやろうとかそういう発想じゃなくて、そのシステム化してしまうってことなんですよね、ポイントは。そう。だから月に1回これをするとかね、週に1回これをするとかね、そういうことをしていくと僕がいいと思うんです。だから僕の父ちゃんと母ちゃんにこう1回言ってたのが、そのなんかね、こう、ふざけてるかもしれないですけど、これ1ヶ月契約とかに締めればってことを言ったんですよね。そう。だから半年、やってみてね、なんかお互いこうダメだったら離婚するとかね、まあ、うちの父ちゃんの母ちゃん離婚させないですけども、そういうね、要は何ヶ月契約みたいなことをやることによって、お互いねこうよりよく緊張感を持ってね、そのいい意味での向上していけるねハードになれると思うんでね、そういうことをやってみるといいと思います。そうだから、ぜひねこれ聞いてるあなたもやってみていいと思いますっていう感じで、今日は、どうもありがとう、チェケラッチョって感じです。
この後ですね、ちょっとジムに行って、がっつり鍛えてきます。ちょっとこの時間はおばちゃんが多くて若い子がいなくて寂しいんですけど、ちょっとフロントに可愛い子がいるんで、そのこと楽しんできます。チェックアウト。